島幸太のイヤトーマチャンネル。前回の企画続き？そうですね。第2回危機食材選手権。選手権選手一人だ。もう食材じゃなくて今日加工品だけどね。もう作ってるやつだけど。まあちゃっかり PR 入ってる。自分のところで作ったものはね。いやこれ言っとけたらバチクソ簡単やこれ。このまされる話になる気がする。楽勝でしょこんなん。エロインピス。今日は何やるかって言ったらこれ茨城県産の牡蠣をですね、うち独自技術で干した干し柿、これデレン。そしてこちら国産のね、リンゴです。これリンゴのドライリンゴ。はい、それで、はい、こちらね、珍しいでしょ、国産のゴールデンキウイ。うまいんですよこれ。これこの3つは簡単っすよ。当てんのこれ明確すぎるもんだって。確かに。だから別物だよ俺。今回はオタクの商品なんで、うん、絶対わかるじゃん。いやわかると思う。だからちっちゃくするすげえ。いや味感じるぐらいにしてね。まあね。で感染しようか。今思いついちゃったから俺。じゃあ匂い消してやっていい。匂い消したらポンコツになるから、ね。うん、そうだね。だいぶ食べ物はね、匂い消すと全然わかんない。そうだね。じゃあ切ってきて。切ってきます。じゃあ切ってきます。さっきよ極小にしてきた。ちっちゃいな。あれでも結構するよ。じゃあ鼻鼻ない。こうやって食えばいい俺。すげえ。ティッシュを。なんで俺さ動画でわざわざ鼻にさ物詰める動画撮んなきゃいけないの。これなんなのこの動画。わかる。自分でこうさティッシュ鼻に詰める胸にさ。これこの絵面いる。ティッシュの匂いしかしない。いや難しくなると思う。すごい。はい。これどうなのこれ。いいですね。このティッシュしかもちょっと匂いついてんだろ。これこれ難しくなったね。ちょっと鼻の甘い香りすんもんこれ。これは格段に難しくない。でこれこれすんの。ちょっとつけるわ。これ辺かな。似合わね。ブスだな。すごいですね。本当に見えないわね。だから大丈夫。これやばいっしょこれ。すごいですね。やばいよこれ。できますか。あ、ベイベイ。